<laughs> はい、どうも、こんにちは。沖縄パパです。はい、ミケさんは今日は、ケージの方に来ています。はい。えー、っとですね、えー、まあ、ぬっぽとは違ってね、はい。ぬっぽんは,は、未だにね、えー、クエクエ言ってます。はい。えー、イタリアですね、イタリアの、あの、新しいね、女性の方、はい。メローニちゃんですね、メローニちゃんは、もうね、 やめようぜキャンペーンを進めております。やめようぜ。はい。食べない、食べるのをやめようぜキャンペーンを進めております。はい。えー、実は、イーターのリアリアではね、えー、ほぼほぼね、強要だったんですよ。はい。強要はい。えー、まあ、食べてない人もね、もちろんいるんですけど、まあ、不便な思いをしているということでね。えー、まあ、強要だったんですけど、それを廃止。はい。の動きをしています、今。はい。 それでね、えー、まあ、先日伝えたように、えー、まあ、いたのリアリアのね、ある、あの、人たちはね、えー、まあ、食べてない人たちね、戻っといでっていうキャンペーンもやっております。はい、えー、こういう方向に世界は動いております。世界っていうか、イタリアはですけどね。はい、えー、まあ、逆方向に行っているというのが、日本でございます。はい、皆さんも知っての通り、えー、またね、 あの、例の旅行キャンペーンですね。あれを伸ばそうということになって、なんかね、その特典が、はい、割引の特典がですね、なんかおみちゃんのね、おみちゃんのケーキを食べてくださいっていうことらしいんですよ。はい、それ1月末までやろうぜっていうことを言っているようなんですけど、はい、まあね、アウト、政府の都合でね、えー、こんなキャンペーンやられてもね、って感じです。はい。えー、でもね、多分ね、 ええー、まあ、旅行に行きたくてね、食べる人もいるのかなと思いますよ。はい、もう飽きれます。はい。えー、物で釣る作戦に移っているということですね。はい、えー、そ、別にね。はい、もう飽きれ、もうあ、もう開いた口が塞がらないんですけどね、日本の場合。で、しかもね、その物で釣ろう作戦に釣られる人たちもいるっていうのがね、またなんかこう、 もう、なんて言うのかな引っかかるんですよね。もう、そこまでして、そんなんかね、そんなちっぽけなことでね、えー、まあ、あまあ、なんて言うのかな引き換えるのかと、ご自分をっていうことなんですよ。はい。まあ、よく考えないとね、そういう人たちは、イタリアではもうね、 やめましょうキャンペーンが始まりましたよということです。まあこれ、えー、まあ今や、ってこのキャンペーンやってもねって感じはするんですけど、はい、えー、もうね、えー、イターのリアリアもぬっぽんと同じようにね、一つ目二つ目をガブガブ食べてる人はね、えー、ほぼほぼ8割ぐらいなんでね、えー、なので、 今更やってもっていう感はあるんですけど、それでもやらないよりはましかもしれないですね。はい、えー。そういうわけでございます。はい。日本はまだまだ、ああね、なんか来年とか言ってるしね。もう、本当にね、あきれかわります。はい、えー。そんなに食べたければね、自分たちで食えって感じです。はい。いわゆるあのー、アウト政府の人たちでね。 一人でね、あのー、一千回とか二千回とか食べたらいいんじゃないんですかね。はい。えー、そう思ってます。はい。私はコリゴリでございます。はい。皆さんもそう思ってると思いますよ。はい。えー、板のリアリアのね、えー、この美人なあ女性首相はね、偉いなと思います。はい。 それでは皆さんまた、こちらのね、記事もどっかに貼っときますんで、えー、見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。